1966から1967シーズンの NBA は NBA の21回目のシーズンである。シーズンは1966年10月15日に始まり、1967年4月24日に全日程が終了した。この年から地域ドラフトが廃止される。ドラフトではカジー・ラッセルがニューヨーク・ニックスから全体1位指名を受けた。他に、 デイブ・ビン、クライド・リー、ルー・ハドソン、ジャック・マリンらが指名を受けている。1969から70シーズン以前は、アベレージよりも通算で、スタッツリーダーが決められていた。10チームとなったことで、プレイオフのフォーマットが11年ぶりに改定された。第1シードを含む、全プレイオフ出場チームが1回戦から参戦し、1回戦のみが5戦3勝制、デビジョン決勝。 ファイナルは7戦四4勝制となった。前人未到の8連覇を記録し、このシーズンも優勝候補最右翼だったボストンセルティックスがデビジョン決勝で姿を消した。セルティックスに8年ぶりのプレーオフ途中敗退を味わわせたのはセルティックス支配が続いた。この8年間、最も新参を舐めさせ続けられたウィルト・チェンバレン、率いるフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズだった。 セブンティー・シクサーズが4勝1敗でこの8年間、誰も成し遂げられなかったセルティックス打倒をやってのけた瞬間、コート上は押し寄せたセブンティー・シクサーズファンで溢れ返った。しかしセブンティー・シクサーズが真の栄光をつかむためには最後の一山を越えなければならなかった。セブンティー・シクサーズの対戦相手として西から勝ち上がってきたのはチェンバレンが ルーキーイヤーからもシーズン在籍したサンフランシスコボリアーズだった。チェンバレンが去って1年と2ヶ月、ボリアーズは彼が在籍した頃とは全く別のチームに生まれ変わっていた。チェンバレンに代わる新たなエースセンターとしてネート・サーモンドが台頭し、さらに NBA2 年目のリック・バリーはチェンバレンから得点王の座を奪うほどの活躍ぶりだった。ファイナルでは セブンティー・シクサーズのスタッツに奇妙な症状が現れた。第一戦はオーバータイムにもつれた末に141から135でセブンティー・シクサーズがものにしたが NBA 始まって以来の最強のオフェンスマシーンウィルト・チェンバレンがわずか15得点に終わった。続く第二戦も 76ER が勝利したがチェンバレンは第一戦をさらに下回る10得点だった。 第3戦は、新得点王のリック・バリーの得点力が爆発し、55得点を記録して、ボリアーズをシリーズ1勝目に導いたが、第4戦はセブンティー・シクサーズが勝利し、優勝に王手をかけた。この試合でも、チェンバレンの得点はおとなしいものだった。これはチェンバレンが失調したわけではなく、これこそが、チェンバレンが、この8年間で学び、 アレックス・ハナムが推し進めたチーム改革の成果であった。チェンバレンは、得点に対する欲を捨ててこのシリーズでは、特にディフェンスに力を注ぎ、第1戦の第4九終番では、サヨナラ勝ちを狙うネート・サーモンドをブロックし、セブンティー・シクサーズが優勝を決めた第6戦で、チェンバレンは6ブロックを記録した。チェンバレンが、ディフェンスに集中する分、チームの得点源は、 ハルグリアに移り、またチェットウォーカーやビリー・カニンガムらもオフェンスの主軸として活躍し、セブンティー・シクサーズの優勝に大きく貢献した。セブンティー・シクサーズにとっては11年ぶりの優勝となり、チェンバレンにとっては NBA8 年目にして悲願の優勝となった。またアレックス・ハナムは1957-58シーズンのセントルイス・ホークス以来2度目の優勝となり、 異なる二つのチームで優勝した NBA 初のヘッドコーチとなった。ありがとうございます。